里崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ今日は大和田ベストナイン、はい、セリフ編、はい、というところでね、ここ動画ありますから皆さん見てない方は、ね、はい、できればこっちを先に見てから、そうそうそう、チェックしてくれるとね、面白いと思いますね、はい。まあということでね、まだベストナインを一回も取ったことない選手で、はい、今年ひょっとしたらベストナインあるんじゃないのかと選んだ中でセリーグ編、はい、ちょっとこっちは事件が起きてます。事件、当たりそうですよね、いっぱい意外といますね、ね、はい。まあ、じゃあピッチャーから、はい、ピッチャー森下ね、いや、いけるんじゃないかなって、うん、今防御率も 2.50 だから、はい、4勝、うん、でも今年みんな頑張ってる、青柳、柳、うん、小笠原、高橋、はい、西、うん、あと小川、戸郷っていうね、まあ、頑張ってるから、まあ、激戦区だけど、はい、チャンスあるね。あります、まあ、あります。ちょっとコロナの濃厚接触者でね、うん、1回抜けたのが痛かったけど、全然まだチャンスある。でもジャパンにも選ばれてるね、え、はい、期待値これで上がるよね、うん、そういった意味ではね、はい、後半戦ぐわーっといけば、うん、まだワンチャンある、あります、うん、でも激戦セリーグは、はい、全体的にいいピッチャー ね、 いますからね、特にあと優勝したらとかね、なってくるんで、カーブが最下位とかだとね、ちょっとさすがにそうなるとよっぽどの成績出さないときついからね、はい、キャッチャー梅野、はい、あるこれは取れるんじゃないですかと思うきやね、はい、ヤクルトの中村がめっちゃ頑張ってるの。ああ、そうなんだ。2割8分8厘、はいはい、でホームランは、2本だけども、うん、まあ、いい活躍してるん で、はい、今梅野がねちょっと得点圏打率は3割8分6厘とめちゃくちゃ高いんだけども、うん、2割3分4厘だから、まあ、優勝したらあるかとは思うけども、うん、100% って言い切れない、まだ。そっか、ジャパンにも選ばれてるけど、うん、うん、100% って言い切れない、ちょっと成績だけ見ると。でもあれですね、阪神優勝の可能性が今のゲーム差を見ると、まあ、高いっちゃ高いじゃないですか。でもこの中村がこのままちょっと3割とかいっちゃったら、もう中村だから、ね、だそうですね、だって今もまだ5分ぐらい差が空いてるから、だからちょっとまだ油断できないね。そうですね、梅野っていうかもあるけど、やっぱ中村が来てるから。あれベストナインって記者投票でしたっけ、うん、そう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 、はい、中村っていうのもね、うん、ちょっとまだでもチャンスは全然、いや、めちゃくちゃあると思います、うん、でファースト、はい、クロン、うん、無理ですもう無理です、はい、そうですね、はい、もう無理です、はい、セカンド吉川、はい、怪我ねえ、最初すごい良かったですよね、めっちゃ良かった、いい感じ来てたのよ、うん、でもセカンドは菊池がえげつないのよ、はい、そうですよね、うん、頑張ってんだよ、うん、やっぱ菊池はまだ産んでくるわ、きつい、難しいよな、なかなかだもんね、まあ、壁は厚いです、厚いね、はい、であのファーストどうですか今、じゃあ誰が取りそうですか。ファーストは、はい、だ今の現状だと、まあ、オスナとかも頑張ってるし、 あとビシエドだね、はいはい、やっぱり打率が3割4厘だから、うん、まあ、ホームラン9本、オスナのこの間のホームランめっちゃかっこよかったですよね、うん、だからだからビシエドだね、うん、ファーストはビシエドで、マルテ、はい、であと外、はい、でセカンドはもう菊池山だよ、はい、マキも頑張ってるけどね、うん、めちゃくちゃ2割くぶ4人でね、まあ、でも非常に暑いですね、うん、やっぱ菊池山だよ、はい、サード大山、はい、大山がねちょっと2割6分3厘ホームラン8本、うん、やっぱサード村上よ、あ、まあ、そこがちょっと暑いですね、うん、ホームラン21本だもん、うん、村上岡本だもん、はい、岡本19本、うん、だこれもうホームラン王で打点王が岡本だから、わ、これちょっと難しいね、難しいですね、割れるね、うん、言い切れないね、ゼロかって言われたらゼロじゃないけれども、大山、はい、無理だよ、無理ですか、だってもうだって岡本打点王で、はい、村上ホームラン王だから、このどっちかを勝たなきゃいけないからね、これないといけないですね、うん、だからホームラン今8本だから、うん、ホームランあと13本打つか、はい、打点があと24個差、はい、だここを勝てないと、うん、やっぱちょっと村上岡本のちょっと壁厚い、まあまあ厚いですね、うん、なかなか厳しい、まあ、3番手ぐらいってことですかね、うんうん、でも、うん、4番手かも、宮崎が2割9分5厘でめっちゃ打率高いからね、今5位だからね、はい、でホームラン6本、うん、って考えた時にちょ4番手だ、あ、4番手ですね、うん、ちょっときつい、ちょっと壁が高いですね、うん、はい、でショート強打、はい、1軍いないからね、うん、そうですねショート中野あるね、ありますね、うん、あるあるある、うん、ルーキー、うん、中野、まあ、坂本だね、坂本、うん、中野坂本、小園も頑張ってるけどね、規定打席達してないけどね、はい、うん、そういった意味ではでも中野チャンスある、まあ、中野くんは全然ありますね、うん、で外野、はい、近本、佐藤、西川、オースティンあるよ、ありますね、佐藤はもういや取るでしょ、取るんちゃうな、はい、このままいけば、でもオースティンもいいね、いいですね、
オースティン。だってオースティン来てから DNA 変わりましたもんね、やっぱ。西川がね、ちょっと第一2割4分6厘とちょっと不調、はい、だから外野、でも佐野もいいからね、そうね、佐野今首位打者だからね、で、あのもうすぐ北崎に達するから、はい、あ、そしたらあれ入ってくる、あのウィーラー、ウィーラー、うん、ウィーラーも首位打者入ってくるから、そしたら外野ウィーラー、はい、佐野で大島が打率3割佐藤くんで佐藤、で桑原2割9分3厘塩見2割9分1厘、で塩見盗塁王今、でサンズ鈴木誠也近本、ちょっといっぱいいますね、いや取るだろうけども、絶対かって言われると、分からんな。佐藤くんが今の活躍を続けるかどうかもまだ分かんないじゃないですか、1年通して見たこともないですし、だから、佐藤今ホームラン18本だからね、はい、でもよ佐野の最多安打首位打者っていうのもあるしね、そうですね、でも3人も入れるか塩見盗塁王っていうのもあって、打率も3割いったらね、えげつないし、そうですね、サンズ13本ホームラン、鈴木誠也8本ホームラン、っていうところも追随してて、オースティンもいるわけでしょ、外野ちょっと外野は人前に過ぎだな、で大島3割、ここからもう首位打者とかになったりしたらね、はい、桑原2割9分3厘、これちょっと外野混戦やな、でもあるよ、近本佐藤オースティンあるよ、はい、あります。しかも阪神がもし優勝したら、近本選手の可能性も上がってきますし、でも優勝だけしてもダメだと思う、3割近く打つか盗塁を取らないと、だっているからね、首位打者の方が絶対、だって首位打者で首位打者は入るベストナインじゃないってありえないから、はい、でも、全員ちょっとで油断できないね、分かんない、大げさに言うと、このここに近本、佐藤、オースティンを外しても佐野、大島、塩見、サンズ、鈴木誠也いるわけでしょ、分からんな、まだまだここからは激戦区やな、まあ、全然チャンスはあるけど、ね、あります、え、一人は入りそうな気しますね、いや分かんない、って言えない、言えないぐらいの難しさ、そうですか、だって佐野首位打者ですけど外しますかってなるじゃん、最短打ですよみたいな、まあそうですよね、塩見3割打って盗塁王だったらみたいな、そうですね、でも一人は当てたいですね、外野から、そうだね、だから、まあ、うまくいけば森下梅野、佐藤オースティンぐらい当たりそうだけども分かんない、こっから次第だね、はい、そうですね、後半戦の成績次第っていうところもありますね、他も頑張ってるしね、外野がね、サードなんて宮崎、岡本、村上も頑張ってるし、パリーグと違ってサード激戦だね、パリーグはそうですね、安田選手が大チャンスでしたもんね、そう2割4分8厘でね、でもそう考えるとサード激戦やな、はい、まあでも2人当たったら上等やろな、ね、セパでだって1回も取っ、だってセカンドなんて菊池山だってなかなか難しいよ、まあまあそうです、そこの風穴開けるのも、はい、ファーストだってな、ビシエドとか外国人に実績あるのいっぱいいるし、はい、まあ、森下投手もねライバル多いですしね、今年もセ・リーグピッチャー結構接戦だしね、そうですね、キャッチャーの梅野もね中村が頑張ってるだけにね、でも面白いね、はい、そう考えると、まあ、大穴って言ってあげた人ですから、一回も取ったことない人だからね、そうですそうです、そうだからここからね、初めて取れるかどうかっていうところだから、まあまあでもね、また最後ギリギリでやりたい、ね、どうかっていうギリギリで現状を見ていくかいかないかっていうのを決めた、最後 あのベストナイン発表の時前ぐらいに選ばれるかどうかやりたいって、はい、この方々が、いいですね、選ばれてくれっていう、そうですね、そうですね、じゃあ、まあ、だから現状で言うと、まあ外野は激戦だね、セカンドは菊池、ファーストビシエド、ちょっと中野ありえる、サードは村上岡本、キャッチャーは梅野中村みたいな、外野はいっぱいいます、はい、ということです、はい、じゃあ里崎は、まあ、こんなにがねチームも頑張ってるんやから、はい、梅ちゃん頑張って佐藤くん